皆さん、こんにちは。インスパイアのこたです。今日もユースリームを使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、2021年6月14日ということで、え実は先週の終わりぐらいにですね、えー、皆さん気づきました <laughs>、えー、こちら、えー、届きました。 こんななんだこの変なメガネはというふうにね思われたかもしれませんが、これは ZOZOTOWN がですね新しくですね出した新商品の ZOZO グラスというですねメガネなんですけど、これメガネと言いながら動画入っていません。動画入っていないので、 これただの伊達なんですけど、これ別に SDDs ではなくてですね、これにんかね、いろんな色がついてると思うんだけど、これがね、実はね、えー、鍵なんですけど、このゾドグラスっていうものがあります。で、これはですね、ゾドターンのホームページの方から無料でですね、誰でも、えー、ゲットすることができるんですけど、このゾドグラスって何者なんだって話をですね、今日はしていきたいと思うんですけど、えー、なぜこのままだったらですね、何も見えないですね。ちょっと普通のメガネ戻してですね、えー、お話をしていきたいと思うんですが、 いつものようにですね、YouTube のメンバーシップの方にこの先の動画を公開していきたいと思ってますので、z o z o グラスの詳細はですね、下のリンクからいけるようにしておきますが、この実際使ってみてどうなのとかね、どんなのができるのっていうことについてはですね、この動画の下のリンクの方から YouTube のメンバーシップの方に申し込んでいただければ、月額190円から学べますデイリー会員の方でですね、紹介していきたいと思いますので、よかったらですね、ご覧いただければと思います。では早速なんですが、z o z o ス え何ぞやっていうことですね。今から説明していきたいと思うんですけど、えー、まずはですね、えー、こちらの方からご覧いただきましょう。どうぞ。